母の夢つい先日の話です私は子供たちを寝かしつけるときによく一緒に寝落ちしてしまうことがあるんですが浅い眠りからか一時間ほどで目が覚めてしまいます 先日も仕事とワンオペ家事育児でヘロヘロになり子供たちを寝かしつけていました。やはりと言うべきか、いつの間にか意識がなくなっていました。そしていつものようにしばらくしてから、はっ、と気づくと私はなぜか真っ暗な 一階のリビングに一人で佇んでいました。あれ確かまだ夫は起きていてリビングにいたはず。お風呂かなと思いお風呂のある方向を見ましたが変わらず真っ暗。ここでおかしなことに気づきました。 全くの暗闇なので、あたりは何も見えないんです。それなのに、私はなぜだか、一階のリビングにいると確信しています。なんだかおかしい。やばい気がする。そうだ、子供たちは。と、慌てて二階の寝室へと向かいました。 もちろんあたりはすべて暗闇。頭の中で家の構造を思い浮かべて手探りで階段を見つけ駆け上がりました。寝室にたどり着くと閉めたはずのカーテンは全開になっていて月明かりが差し込んでいます。月明かりに照らされて眠る子供たち。 そして、それを見下ろす、影。その影は、人の形をかろうじて整えているような、なんとも言えない、ぐちゃぐちゃな形をしていました。なんだあれ。一時、思考停止に陥り、凝視していると、本来、 膝があるような場所から二つの目が浮き上がって、ぎょろりとこちらを睨みつけたのです。その瞬間私は何かに弾かれたかのように、その不気味な何かの目の前に飛び出していき、子供たちを守る体勢をとりました。連れて行かせない。絶対にダメ。 叫びました。何度も何度も、ダメ絶対に子供たちはダメと泣きながら叫び続けました。そうこうしていると、起きろどうしたという夫の声と子供たちの泣き声が聞こえて、 目が覚めました。目の前には心配して私を覗き込んでいる夫と子供たちの姿が私は子供たちの無事に安堵して号泣しながら抱きしめましたどうやらかなりの大声で叫んでいたらしく 子供たちも泣き叫んでいたので、驚いてお風呂から駆けつけた、ということでした。子供たちに、起こしてごめんね、と謝り、再度寝かしつけ、落ち着いてから夫に事情を話しました。一階に私が降りてきた気配もなかったし、 怖い夢でも見たんでしょう、と言われましたが、私には一つだけ気になることがありました。閉めたはずのカーテンが全開になっていたこと、そして窓と網戸が少し開いていたこと、あれは 夫が言うようにただの夢だったんでしょうかそれとも名もなき神社の災い ある日私は友人の A 子と一緒に初詣に出かけた。向かった先は結構大きな神社で、急がないと行列ができてしまうようなところ。朝方5時には起きて6時半には出発、そして8時前には到着。とここまでは予定通りだったが、 うわあ、なにこれ、無理っぽくないと、神社の境内の前の大行列を見て、英子がぼやくように言った。確かにこの人の多さでは、確実にあと2時間は待たされそうな気がする。どうやら、日が悪かったようだ。 私と栄子は、とりあえず並ぶかどうか、それとも別の神社を探すか、どちらか決めあぐねていた。すると栄子が、ねえねえ、ここ来る前にさ、小さな鳥居の神社があったじゃないあそこで済ましちゃおうよ。 私は一瞬考えたが、今さら並び直すのも、また別の神社を探す気にもなれず、しぶしぶ、栄子の妥協案を飲み込むことにした。私は栄子に連れられて、その神社へと向かった。今いる神社から少し森の奥へと移動する。 やがて、英子が言っていた小さな鳥居が姿を現した。おおよそ手入れがされているとは言い難く、印象としてはあまりありがたみもなさそうなところだ、と私は思った。ただ、当時の私たちにはあまり神社に関しての知識はなかったため、まあ、 神様が祀られていて、お賽銭が入れられるくらいなら同じだろう、ぐらいにしか思っていなかった。お賽銭を投げ入れ、鐘を鳴らし、二人で手を合わせる。目を閉じて、家内安全、健康うんぬんと願っていたその時だった。 落ちた、落ちた。かんだかい子供の声。突如聞こえた声に私と英子は後ろを振り返る。そこにはよれよれの黄色いセーターを着た十歳くらいの奇妙な男の子が立っていた。そしてその子は 私たちを見ながら大きく口を開けて繰り返すように言った「落ちた,落ちた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 何この子」お世辞にもその男の子は可愛いとは言い難くギョロッとした大きな目に どことなく、焦点の合っていない瞳が、不気味な印象を放っていた。私が唖然としていると、A 子が私の袖を掴み、引っ張りながら、ねえ、もう行こう。と、半ば強引に、その場から離れた。 私と栄子がその神社から離れる際も、その不気味な男の子は、その場で飛び跳ねながら、けけー落ち,た <laughs> 落ちた落ちた落ちたと、わめくように繰り返していった。私は気を紛らすように、栄子に、 冗談まじりに言った。ふ <laughs> ふ、何あの子。あれじゃないほら。A 子さん、今度会社の面接でしょえちょっと待って。私が落ちるってことちょ、ひどくないふふ、<laughs> 嘘嘘。ごめんごめん。もう。 やがて普段の調子を取り戻した私たちは、そのままお昼を済ませ、午後からは見たかった正月映画を堪能し、それぞれ帰宅した。その後、英子は無事会社の内定をもらって、春から新社会人へ。私はというと、少し早めのゴールを決めて、晴れて、 主婦への道を歩むことになった。それから6年後の大晦日。しばらく疎遠になっていた英子から連絡があった。私さ、今度結婚することになったの。 久々の旧友との会話、しかも結婚というお祝いもあり、私たちはまた一緒に初詣に行こうという流れになった。約束の当日、私と A 子は久々の再会を果たした。A 子は少し丸くなったようだ。 まあ私も人のことは言えず近頃は毎日ジムに通っている私たちはお互いの近況を語りながら神社へと向かった駐車場に車を止め車を降りてから細い林道へと歩いて向かう天気も良く風もさらさらとしていて 心地いい。外を出歩くなら、まさに絶好の日だと、私は英子に言おうとした。その時。ケケーえ突然の音に、私は振り返ろうとした。が、それよりも早く、私の背中に、 衝撃が走った。私の体は横倒しになり、痛みで頭の中が混乱していた。すると突然、す、すみません、大丈夫ですかと叫ぶような男の声が響いた。 私はハッとしながら上半身を起こすとあたりを見渡した。自転車だ。サイクリング用の自転車が2台も横たわっていた。そしてそこには自転車用のウェアを着た30代くらいの男性が必死の行走でこちらの安否を気遣っていた。 どうやら私たちは、転倒した二台の自転車の巻き添いを喰らったらしい。えいこ、えすぐに横を見た。えいは体を起こし、どこかぐったりとしている。よかった、意識はあるようだ。 だが心なしか様子が変だ。もしもし、あの、救急車。自転車の男が携帯で救急車を呼んでいるようだ。なんでこんなことになったのか、私は深いため息をつこうとした。が、その時だ。 落ちた落ちハハッへっ甲高い子供の声ふと六年前の初詣の時の記憶が私の頭の中で再生されたあの時の声のする方に振り返った 林道の先。よれよれの黄色いセーターを着た十歳くらいの子供がそこに立っていた。目は魚のようにギョロッとしていて、どこか焦点が合っていない。ケケー落ちた落ちた落ちた その場で飛び跳ねるようにして狂ったようにわめき散らしている。まともな子じゃないのは確かだ。だがおかしい。今目の前にいる男の子は、六年前、あの時見た男の子と何ら変わっていない。そんなはずはない。十歳くらいの男の子が、 六年も経てばかなり成長しているはず。なのにその姿、その顔も何ら変わっていない。まるで六年前の記憶の中から抜け出てきたような。そんな風に私が驚いていた時。嘘。嘘嘘嘘。 嘘、いやー突然、栄子が狂ったように泣き叫び始めた。栄子、栄子。A 子私が栄子の名を呼び、振り返る。すると栄子の足元には、ゆっくりと真っ赤な血だまりが。 広がりつつあった。まさかどこか怪我をしたのか。そう思い、栄子を抱き寄せようとしたとき、A、子が言った。私の赤ちゃん、私の赤ちゃん。愕然とした。栄子は、 妊娠していたのだ。<laughs> 落ちた、落ちた。<laughs> 子供の声が響いた。だが、探そうと、あたりを見渡すが、その姿はもう、どこにもない。 声だけが児玉のように響いていた。やがて遠くから救急車のサイレンが鳴り響いてきた。男の子の声はサイレンの音にかき消され、いつの間にか聞こえなくなっていた。ケケーとは、 自転車のブレーキ音のことだったのだ。そして、落ちた、落ちた、というのは。私はそれ以来、神社に行くのが怖くなり、初詣には行っていない。 はい、ということで、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回も僕らが運営する階段投稿サイトを、ホラホリックスクール図書館に投稿されたお話、2つ読ませていただきました、えー。どちらのお話も大変興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 はい、えー。ということで、今回もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。この動画が少しでも良かったら、ぜ、え、ひ、ー、評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。えー、そして、この動画の、えー、概要欄にはですね、先ほどのほらほりの URL とか、僕の TikTok、Twitter の URL とか書き込んでいますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい。 えー、ではまた次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい